みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の大輔でございます。今回は珍しくメンテナンスの動画でございます。メンテナンス動画でございます。メンテナンス。こちら、ビル・ローレンスのジャズベタイプのベースをですね、ひょんなことからお借りすることができましたので、こちらをセットアップしていこうかなと思います。長らく放置されてしまっていたベースということもあって、こう手を入れたい部分がいくつかあるんですよ。まあ、ネックだったり、サドルだったり、サーキット周りだったり。まあ、そういったところをメンテナンスしていく様子を皆様にお見せさせていただきますので、まあ、参考にしてみていただければという感じです。今回はベースでありますけれども、ギターでもさほど変わらないので、まあ、何かしらの取っかかりにはなるかと思いますので、興味がありましたら皆さんもぜひチャレンジをしてみてくださいませ。とりあえず、1本目の、この1本目の動画では、クリーニングをしようかなと思います。クリーニング。ネックを外して、フレット磨いたりとか、あと金属パーツ磨いたりとか、ボディも磨いたりとかして、あとペグとかもそうですね。この辺もこう磨いて、きれいにしていこうかなと思います。フレットも結構サビが出ちゃってたりとか、あとまあ金属パーツも結構かすんじゃってたりとかするので、まあ、そういったところをきれいにしていこうかなと。で、2本目の動画は、このサーキット周り、ポットとかですね。まあ、一応回って、今は一応使えるっちゃ使えるんですけども、結構ガリがひどかったりとか、あとこのトーンのポットがもう固着しちゃって完全に動かない状態になっちゃったりとかしているので、ポットを交換して配線をすべてこう取り直しをしていこうかなと思います。で、3本目の動画はネック調整とサドル調整ですね。まあ、この弦高を調整していこうかなと思います。まあ、何かしら参考になるところがあるかと思いますので、ぜひ楽しんでいただければという感じでしょうか。一応、今の状態でも。使えなくはないんですけどね。まあ、ちょっとこの手を入れて、磨いていこうかなと思います。とりあえずクリーニングスタートです。レッツクリーニング、イエス。それでは、クリーニングをしていこうかなと思います。結構金属パーツがくすんでたりとか、ボディそのものも汚れがあったりとか、あとまあネックとかもそんなにいい状態ではないので、バラしてそれぞれをきれいにしていこうかなと思います。で、バラす前にある程度、チューニングを合わせておいて、この反りがどんなものかを見ておきます。この端っこと端っこを軽く押さえて、真ん中を叩いて、どのくらいの隙間があるかをチェックしておくと。まあ、割といい状態ではありますが、若干こうネックが浮き上がっている状態ですので、あとでネックをばらしたときに、トラスロットを締め込んで、少しネックの調整もしておきたいと思います。今、若干浮き上がっているという感じですね。まあ、これを把握しておいて、あとはばらしていきましょう。おっ、弦を外しました。次は、このネックを外していこうかなと思います。外れました。とまあ、こんな感じでネックとボディが分かれました。とりあえずネックの方からクリーニングしていこうかなと思います。このフレットにそれぞれこの緑色のサビが浮いてしまっているので、まあ、その磨き剤を使って仕上げていこうかなと思います。で、フレットを磨いて、ネックにオレンジオイルを塗って、この辺の金属パーツも磨いて、この辺の、なんていうんですか。表面の塗装というんですかね、こういうのを磨いていこうかなと思います。まず、ちょっと手間なんですけれども、フレットからいきましょう。こんな感じでクリアファイルの切れ端といいますか、クリアファイルを用意して、これをなんとなくフレットの長さに合わせます。5センチくらい。ここから。この辺で、なんとなくの幅を切り抜きます。こんな感じ。ここに穴が開いているの分かりますでしょうか。これ何したいかっていうと、こういう感じでそのフレットに当てながらこの掃除をしていきたいんですよ。その磨き剤というか、そのクリーニング剤、洗剤をネックの方にあんまりつけたくないので、まあ、こんな感じでプラスチックでカバーをしながら、クリーニングをしていこうかなと思います。
本当は一番いいのは、そのマスキングテープを使うことなんですよ。マスキングテープをこういうところにちゃんとこう貼って、ネックに洗剤がつかるようにしていくのが一番いいんですけども、ちょっとそれは面倒くさいので、こんな感じで、このクリアファイルをフレットに当てて、磨いていこうかなと思います。で、本当はそのフレットクリーナーとか、ちゃんと専用のものを使った方がいいんですけども、僕はたまたま、このバイク用のポリマーが、すごい細かいポリマーがあったので、ちょっと今回はこれを使って磨いていこうかなという感じです。どれを使ったらいいかわからないという方は、ちゃんとフレット磨き専用の洗剤を使うようにしましょう。で、こんな感じで、ティッシュとか布とかに少量を取って、クリアファイルを当てて磨いていきます。これがすごく地味なんです。わあ、こんな感じです。これを全部のフレットにやっていきます。はあ、まだ3フレットしかやってないんですけど、すごい嫌になってきました。おっす、とりあえずこれでまあいいでしょう。で、まあ、ここから、オレンジオイルを塗っていきます。というか、全然フレット磨けてないですけども、まあ、やらなかったよりもマシということで。そのまた布とかティッシュにそのオレンジオイルをポタポタと締め込ませまして、ネックにぬりぬりしていきます。まあ、こんな感じでべったりと薄く完封をしていきます。結構このフレットのその際とかがその濡れてなかったりとかするので、まあ、しっかりとそのフレットの際までオレンジオイルが浸透するように、まんべんなく塗っていきましょう。で、ちゃんとその定期的にメンテナンスというかクリーニングしていればすぐ拭き取っちゃって大丈夫なんですけども、まあ、ちょっとしばらく掃除してなかったりとかした楽器に関してはオレンジオイルを塗った後に、まあ、10分から15分くらい放置すると良いかなと思います。結構このネックもケア加工がなかなか激しい感じなので、10分ほど放置していると思います。うん、いい感じに塗れたでしょう。で、これでとりあえずこれで、オレンジオイルは OK。で、その間にポリッシュを使って、ネック本体を磨いていきます。本当はこの金属とかも磨きたいところですけれども、ちょっと時間の都合上今回はそれらを割愛します。ポリッシュを使って洗剤を使って、まあ、ちゃちゃちゃっときれいにしていってあげましょう。表面をピャッときれいに拭いてあげると、まあ、こんな感じです。で、このまま、全体的に磨いていきましょう。で、最後に、まあ、こんな、から拭きでこの洗剤とかを、拭き取ってあげると良いかなという感じでしょうか。この細かい隙間とかが気になる方は気合い入っているときはそのプラスドライバーとかでこのストリングスガイドとかを外して掃除するとやりやすいかなという感じです。で、さらに気合が入っている方は気合を入れて掃除する場合はこのペグを外して掃除をしたりとかすると良いかなと思います。普通にこのネジで止まってるだけなので、普通にこのネジ穴が舐めないように気をつけながらネジを外しますと、こんな感じで普通にペグが外れます。で、この状態で掃除すればもちろんすごく掃除もしやすいですし、こっち側のペグもすごく磨きやすくなるので、気合入れて掃除をしたい方はこんな感じでペグを外して、掃除をするというかなと思います。で、ネジはもちろんなくさないように気をつけましょう。そしてこのそれぞれペグにその1弦用2弦用3弦用4弦用ってそういう個性というかそういった特性はないんですけれども、まあ、元についてあった場所にちゃんと戻せるようにしてあげるというかと思います。もしかしたらそのペグ自体に癖がついているかもしれないので、ちゃんと元の位置に戻してあげるように気をつけましょう。とりあえず試しに1個だけ磨いてみましょうか。うん、試しに1個だけ磨いてみると、こんな感じです。なんか1個だけすごいテカテカになってしまいました。わかりますでしょうか。1個だけすっごいテカテカです。まあ、気合が入っていれば全部のペグを掃除するようにしてあげましょう。で、木ネジを留めるときなんですけれども、そのネジ穴が舐めないようにだけは本当に気をつけてください。こう、
ペグと、ペグのプレートとこのネジ穴、ネジ穴を、まあ、ある程度こう当てるじゃないですか。で、軽くちょっとこう逆回し、に回しながら、そのネジ穴とネジが合う瞬間を探すんですよね。で、こうちょっとストンとくるときがあったら、そこからネジ穴がスタートしているので、そこから締め込むと。軽くネジを入れて、まあ、言ってみれば半時計回りってことですよね。半時計回りにこう回していくと、ネジ穴がポンと落ちる習慣があるので、そこからこう締め込んでいくという感じです。で、まだこれ本締めしてないです。ちょっと軽く止めてるだけ。半時計回りに回して、ストンとくると感触があったら、そこから締めるとか。もちろんそのネジを締めている相手は木なので、思いっきりネジを締めすぎるとネジ穴が舐めてしまいます。そうするとまたすごい面倒くさいことになるので、そういったことだけは気をつけてください。というわけで、ペグが一つだけテカテカになりました。ちょっとこのオレンジオイルの方を拭き取っていこうかなと思います。いい感じに浸透してきております。空拭きで拭き取っていきましょう。これで、まあ、ネックは完成っていう感じですね。完成というか、クリーニング完了という感じです。次はボディの方に行ってみましょう。よいしょ。ボディの方も基本的には全く同じような感じです。金属パーツはその磨き剤で磨いて、ボディの方はポリッシュで磨いていって、最後に空拭きをしてあげると。やってみましょう。僕はなんか昔からこのギター磨くときはティッシュを使う習性があるんですけど、別にティッシュじゃなくて普通のクロスとか、まあ、その使い古した T シャツとか布だったら何でもいいですけれども、まあ、別にティッシュを使っているからといって皆さんもティッシュを使わなきゃいけないというわけではないので、その辺はご注意くださいませ。うん、いい感じです。ちょっともともとの本体に細かい傷が多いせいか、あんまりこう綺麗には、テカテカっていう感じにはいかなかったんですけども、まあ、普通に汚れは落ちたような感じです。で、次はこのプレート部分を、金属プレート部分を磨いていこうかなと思います。このノブなんですけれども、とりあえずこの周りを見て、何かしらのこうネジ穴がある場合は、それを回せばこれがスポット外れます。ネジ穴が特に見当たらない場合は、普通にはまってるだけなので、引っこ抜けば外れます。こんな感じで。で、どうしても硬くて外れないという場合は、マイナスドライバーを使って、こうちょっと引き上げるような感じでやってあげると良いかなと思います。ちょっと無理な力をかけすぎると、壊れてしまうので、無理はしすぎないように気をつけることが大事です。で、この普通に金属プレートにこのままって、そのマイナスドライバーを使ってしまうと、こう痛めてしまうので、必ず何かしらのこの当て布をして、でしっかりとこうゆっくりと、確実にちょっとずつちょっとずつ外してあげるようにしましょう。で、こんな感じでポットが、ポットじゃないか、ノブが外れて掃除をしやすくなったので、またここに磨き剤を投入して磨いていきたいと思います。出しすぎた。一応磨いたんですけど、あんまり綺麗にならなかったですね。なんかもうちょっと違う洗剤を用意しないとダメそうな感じです。もともとのこの固着というか、錆というか、まあ、これがすごい強い感じなので、ちょっと今回のこのバイク用の洗剤では、ちょっと太刀打ちできなさそうな感じです。ちょっとこの材質というか、この錆の性質を調べて、また後日この辺はクリーニングしたいと思います。あと、このブリッジの金属パーツも磨きたい方は、まあ、こちらも磨いておくといいかなという感じです。ただし、このサドルがない方が作業しやすいじゃないですか。なので、このサドルを取って磨くっていうのももちろん全然ありです。もうこのままネジを回し切ってしまって、サドルを取って、クリーニングをすると、こんな感じで。そうした方が断然拭きやすいので、この状態で拭いていただいても全然大丈夫です。ただし、このサドルの位置っていうのがその適当な位置にあるわけじゃなくて、ちゃんとこのオクターブ調整をされた位置に持ってこないと、ピッチが悪いベースになってしまうんですよ。なので、このブリッジを外してクリーニングされる方は、必ず外した後は、弦を張って、必ずオクターブチューニングを
するようにしましょう。適当な位置に置いておくと、すごいピッチが悪い音痴なベースになってしまうので、まあ、とりあえず適当な場所までこう引きつけておいて、で弦を張ってオクターブチューニングをするとよいかなと思います。で、まあ、最終的に、まあ、全体的にバーッと空吹きをして、これでボディの方もクリーニングが完了という感じです。あ、手役がすごい。で、まあ、ここまで出来上がったら、まあ、ネックをこうはめ込んで、このプレートを後ろに当ててネジで留めて完成という感じなんですけれども、ちょっとこのあとこの辺のメンテナンスもしなければいけないので、とりあえず今回の動画はここで終わりにしようかなと思います。すごい地味な動画でしたが、また次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。